新年を祝う祝賀パーティー。きらびやかな高級レストランで僕たちを見た取引先社長は大声を出しながら、招待したからって本当に来たのか？社交辞令に決まってるだろ？薄汚い下請けは帰れ。と言った。明らかな侮辱。あたりに響き渡る声に困惑した表情を見せる参加者たち。しかし、彼の暴言は一向に止まらなかった。その数日後、彼はとある会議室の一室で、契約解除だと言い放った。下請けのお前たちはもう終わりだと言いたげな表情で勝ち気に笑う社長。それらの言葉の最後には、田舎の弱小企業のくせにというセリフが添えられていた。果たして本当にそうだろうか。田舎だからという理由で見下されているけれど、実際はどこにも負けない結束力が僕らにはあるはず。実際、彼は大きな誤算をしていた。自らの手腕を過信しすぎた社長は、ここから絶望の日々を目にすることに。彼がこちらに泣きつくのも時間の問題だった。僕の名前は井上健太。とある企業で働くごく普通のサラリーマン。大学を卒業してからずっと勤めているこの会社は今で6年目になる。仕事内容は商社の営業で、毎日せわしなく客先に足を運んでいる今日この頃である。正直言ってかなり忙しい仕事であるが、それでも契約が成立するとやはり嬉しいものだ。また自分の働きによって何かのプロジェクトが大きく動いたりすることにやりがいを感じていた。僕は自分で選んだこの会社をとても気に入っていた。そんな会社は僕の地元である地方都市のど真ん中に位置している。僕は大学自体は東京の大学に進学したのだが、卒業を機にこちらに戻ってきたのだ。一度は都会に憧れたものの、やはり地元に愛着があったのだろう。生まれ育った故郷で地域を盛り上げるために少しでも尽力したいという思いから、俗に言う U ターン就職を選んだのだった。とはいえ、この商社、地元では割と大きな企業である。地元密着型ということで全国展開していないから、ジャンルとしては小企業に分類されるのだが、この辺りの地域では優良企業として知られているのだ。社員からの評価も高く、またお客満足度も高い。有給取得率もなかなかのもので、福利厚生もかなり手厚かった。そんなクリーンで透明化を意識した職場の中で、社員皆がのびのびと楽しく仕事に勤しんでいるのが印象的な会社だった。それは僕が所属する営業部でも同じことが言える。まず第一に職場の空気感がいいから、皆とても仲良しなのだ。休日であってもお互いを誘い合って飲みに出かけることもしばしば。気になることは何でも口にできる環境だった。またお互いを高め合える関係性も築いているのも良いところである。僕自身も上司の方々には憧れの眼差しを持っているし、同僚には負けない気持ちも強い。切磋琢磨し合いながら頑張る同僚の姿を見て自分自身も鼓舞することができるのだった。中でも特に僕は直属の上司である林課長のことを心から尊敬していた。彼は30代ながらかなりやり手で頭が切れる人なのだ。ある意味カリスマ的な人で、彼が手掛けるプロジェクトは軒並み成功を収めていた。周りからも常に有能と評価されているのに、本にはあまりその意識がないようで、実に謙虚なところも尊敬に値する。評価におごらないところを含めて、僕はこの人に憧れてならなかった。彼の下で仕事ができることがものすごく嬉しい。僕は林課長に仕事を教えてもらいながら、精力的に働いているのだった。そんな中、最近もっぱら忙しさを加速させている事案がある。それはこの地域に初の大型ショッピングモールが建設されるという計画である。
地元ではハイカラな商業施設の設立に少し不安もあったそうだが、いろんな話し合いがなされた上で最終的には住民の全員が賛成してくれたそうである。だからなおさらこの計画には地域全体が大いに盛り上がっていた。僕らの会社も仕事を取るために忙しく営業活動をすることになった。何でもショッピングモールを運営する会社は東京に本社のある大手企業なのだ。動く人員もお金もスケールも段違い。そんな会社と提携を結ぶことができたら、我が社としてもかなり利益をもたらすことができるのは一目瞭然だった。それに加えて僕としては自分の地元を活性化するために自分たち自身が一役を担いたい気持ちがものすごく強かった。これに関しては同僚も皆同じ気持ちだったらしく、僕らは営業部一丸となって仕事を取るための行動を始めたのだった。とはいえ、元より僕たちは地元密着型なので、地元の流通はかなり把握している方である。地元と創業施設、そして利用者のそれぞれにメリットがあるような案をいくつも考えて営業に回った。一から作り上げるのではなく、今あるものを使いながらより良いものを作り上げていく。それをモットーに、地元住民たちを味方につけながらの仕事だ。正直言って、地元住民の期待をいっぱいに背負っていると言っても過言ではなかった。もちろん営業には外部からの競合他社もたくさんいたが、そこはやはり地元に強い僕たちの会社の方が有利だったようだ。僕たちは何とか仕事を得ることに成功し、幸先の良いスタートを切ったのだった。こうして始まった新事業への参加。僕たちは下請けとして運営会社の求める条件で最良の仕事をしようと尽力していた。厳しいと思われる要件にも応えられるようにあの手この手の策を講じながら頑張る日々。僕もその一人として街を駆け回っていたのだった。しかし、現実は想像以上に大変なものだった。何でも元請けの運営会社の社長、斉藤隆さんがとんでもなく厳しい人なのだ。僕らの会社に対して見積もりの金額に注文をつけてくるのは当然のこと。それどころか一般的に考えても明らかに無茶な条件を随時つけてくるのだった。僕らの会社としても誠心誠意努力して期待に応えるよう努力しているが、それでも減額請求が止まることはない。地元の取引先と斉藤社長との間で僕たちは板挟みになるしかないのだった。しかもさらに嫌なことに、どうやら斉藤社長は地方自体を見下しているらしい。減額請求の二言目には、そんなこともできないのか？これだから地方企業は使えない奴らだな、と僕たちの会社を馬鹿にしてくるのだった。しかし、いくら腹が立っても言い返したり否定したりはできないのが現実。相手は元請けであり、僕たちは下請けなのだ。圧倒的立場が上の斉藤社長に、辞めてもいいんだぞ、代わりの企業はいくらでもいるんだから、といった雰囲気をちらつかせられたら、こちらとしては何もできないのだった。結局僕たちは地元の取引先に頭を下げ続けた。向こうにも迷惑がかかっているのだから当然のことだ。取引先の人たちは、仕方ないよ、君たちのせいではないよ、と優しい言葉をかけてくれながらも、厳しそうな表情をあらわにしていた。それでも、こうすることで、なんとか斉藤社長の要求に応えることができたのだった。そしてついに、ショッピングモールの計画が始動。僕たちの仕事は、ますます忙しくなっていった。相変わらず斉藤社長からの要求は厳しいが、ここで負けるわけにはいかない。僕たちの会社は地元の強みを生かして、皆で協力しながら、なんとか乗り越えていくことができていた。そんな成功の裏にはやはり、林課長の力が大きかったというのは言うまでもないだろう。
彼の手腕は今回もやはり素晴らしかったのだ。斬新な視点から解決策を導き、ピンチを乗り越える。その頭の回転の速さには改めて脱帽するしかなかった。その上今回は彼が周りの人々からの信頼が厚いのを改めて実感した。地元の業者も、林課長の頼みならと無理を聞いてくれるところも多かったのだ。僕たちだけでは成し得なかっただろう数々の事案。それを思い返すたびに僕は改めて林課長への尊敬を厚くしてしまうのだった。こうして大変ながらもなんとか計画が前に進んでいたある時のこと。かなり急な流れで斉藤社長から新たな仕事の依頼が来た。至急ショッピングモールのための倉庫を探せと命じられたのだ。しかしこれは妙な話だった。というのも、もともと倉庫は斉藤社長側が話をつけるから、こちらはノータッチで大丈夫だと聞いていたのだ。それがいきなりこちらで準備するよう命じられたわけである。しかも彼の口調からはかなり早急な手配が必要な様子が見て取れた。不思議に思った僕は関係者に事の次第を聞いてみた。すると、聞くところによると、倉庫会社との契約が破棄されたらしいよ。との返答が返ってきた。どうやらもともと斉藤社長は別口で、ある会社を通じて倉庫を確保していたらしい。しかし、金額に折り合いがつかず、結局契約できなかったということだった。今回はそのツケがこちらに回ってきたということである。倉庫の契約に関しては、予定していた時期よりすでに大きく遅れているため、倉庫会社の方には早急に手配してもらわないといけないのが現状。その上おそらく破格での契約を求められていることが明らかで、またもや無茶ぶりな依頼だった。とはいえ、命じられたからには僕たちは受け入れるしかない。無理難題だとは思いながらも、僕たちは要求に応えるべく必死に受け入れてくれる倉庫会社を探して回った。しかし、斉藤社長の要求する規模の倉庫はなかなか見つからない。契約金額を上げれば見つかるだろうが、それは斉藤社長が許さなかった。どうにかならないだろうか。そう思った僕は、すべてのつてを頼りに足を運び続けた。仕事で知り合った関係者から、その関係者の知り合いまで、もはや知らない人という人にまで話を聞きに行った。それでも対応してくれる人は見つからなかった。もう無理だ。この条件では不可能なことを斉藤社長に伝えるしかない。そう思いながらも、一縷の望みをかけて最後に連絡を取ったのは、地元の関係は一切ない僕の個人的な知り合いだった。その人は親の代からこの地元で名前が知れた人。今も地域密着で活動しており、使っていない土地がたくさんあるような人だった。僕は藁にもすがるような思いで、どうにかその土地を破格で貸してもらえないだろうか。そこにショッピングモールのための倉庫を建てたいんだ。申し訳ないが、それも早急になんだが。という話を彼にしてみた。頼んでいる身とはいえ、失礼な話なのは百も承知。何でも、早急にと破格で借りたいと勝手に建設もしたいのトリプルコンボなのだ。正直、断られるのが当然だろうなと思いながらのお願いだった。しかし、彼の返事は僕の想像とは全く違っていた。話を聞いた彼は、地元のためなら一肌脱ぐよ。それに、僕らの仲じゃないか。困った時はお互い様さ。いつでも頼ってくれよ。と言ってくれたのだ。正しく僕が地元出身ということがプラスに働いた瞬間である。絶望でいっぱいだった僕は心の底から彼に感謝して、胸に湧き上がる熱いものに目頭がぐっとなったのだった。しかも彼は将来的に商用で使えるだろうからとの判断で倉庫の建設まで携わってくれるようである。これにより予算を大幅にカットすることに成功した。
建設費が浮いたことで、しっかり予算内に収めることができた僕たちは、なんとか倉庫を用意することができたのだった。そんなこんなで、ショッピングモールの計画は予定通りに進んでいた。厳しい契約金ながらも、僕たちは必死で働いていたのだ。年末も返上かと思われるくらいの忙しさの中、仕事納めを行い、そして新しく新年を迎えたのだった。新年に入ってすぐのこと、我が社に一通の招待状が届いた。その差出人はというと、元請けの運営会社、つまり斉藤社長の会社だった。どうやら彼の会社では新年を祝ってパーティーを開催するらしい。仕事仲間として僕たちの会社も招待されたのだった。場所は都内の高級レストラン。大都会の真ん中でいかにもきらびやかで、そして豪華なパーティーになることが予想された。僕らの会社からはショッピングモールの事業の担当者である林課長と僕が参加することが決まった。なぜ自分がと驚いていたが、社長は今回の倉庫探しの立役者だったから君がふさわしいと言ってくれた。ああ、頑張った分だけ努力は認めてもらえるんだ。僕はきちんと社員の仕事ぶりを評価してくれるこの会社が改めて好きだと思った。またこのパーティーによって僕は数年ぶりに上京ができることとなった。大学生ぶりの東京、その上高級レストランである。いろんな意味で浮かれていた僕は久しぶりにワクワクでいっぱいだった。そして迎えたパーティー当日。僕の持つスーツの中で一番上等なものに身を包み、パーティー会場である高級レストランに向かった。会場に着いてすぐ、人の多さと華やかさに圧倒されながら、僕たちも招待状を見せて中に入った。すでに多くの人が集まって談笑していたが、斉藤社長はまだ来ていないようだった。斉藤社長、来ていませんね。と林課長に言うと、彼は、そうだな、早いところ挨拶しておきたいんだけどね、と言った。まもなく新年会開始の時間という時に、斉藤社長が到着。いつも以上に派手で艶のあるスーツに身を包んだ彼が、ご機嫌そうに会場内を歩いていた。彼を見つけた林課長と僕は一斉に立ち上がり、彼の元に向かう。そして新年の挨拶のために声をかけた。明けましておめでとうございます。この度はご招待いただきありがとうございました。本年も何卒よろしくお願いいたします。丁寧な挨拶をする林課長、それに倣って僕も頭を下げた。しかし対する斉藤社長はというと、僕たちの姿を見ると半笑いの顔で大きく鼻で笑った。そして嫌な笑顔を見せながら、招待したからって本当に来たのか？社交辞令に決まってるだろう。薄汚い下請けは帰れ。こんな場所似合わないだろう、と言ってきたのだった。思いもよらない暴言に衝撃を受け、顔がこわばる僕たち。それでも斉藤社長は全く気にせず、他の参加者に、すみませんね、お見苦しいものを見せて、これだから田舎者は嫌ですよ、と言いながら、ガハハハと笑った。言われている参加者の人たちも苦笑い、中には困惑して、懸念そうに眉をしかめている人もいた。さらにとどまることのない彼は、新年から田舎者の顔を見るなんて最悪だな、縁起悪いぞこれは、早く帰れよ、との暴言まで吐く始末。あまりのひどさに言葉を失う僕だったが、林課長は無表情のまま、それでは失礼いたします、と言った。そしてせっかくの高級レストランにもかかわらず、何も口にしないまま僕に退出を促した。僕ら二人はそのままその場を立ち去ったのだった。東京からの帰りの新幹線、想像もしていなかった出来事に遭遇した僕たちは無言だった。でも気まずいというわけではない。お互いに斉藤社長に対する嫌気がマックスで、無言の慰めをし合っているような感じだった。そんな中、
林課長がぽつりと、もう限界だなとつぶやいた。え？と聞き返す僕。いつもどんなことがあっても解決策を見つけ乗り越えてきた林課長だからこそ、彼のこの弱気なセリフには驚いたのだった。しかし彼の目を見た瞬間、このセリフが弱気な気持ち由来ではないことはすぐに分かった。彼は未だかつてないほどに怒りをあらわにしていたのだ。燃えるようなその瞳を見つめていると、彼はため息をついた後、ゆっくり語り出した。今まで地元にできるショッピングモールのためと思って必死で働いてきたけどさ、このまま斉藤社長の言うことを聞き続ければうちの会社がダメになる気がするんだよ。そう思わない？これに関しては僕も同感だった。というかむしろここ最近はずっとそれを痛感していた。実際斉藤社長は地方の商社である僕たちの会社を見下していて、無理ばかり言ってくるのが現実。こちらの利益など全く考える素振りもなく、自社が得をするなら何をやってもいいという思惑が透けて見られた。それでも頑張ってこれたのは、見守ってくれている地元に恩返しがしたいから、その一心だけで努力をしていたが、それももう限界だった。僕も会社の将来が不安です。それに、この先もあの会社とあんな形で仕事するなら、しても、いい未来のビジョンが描けません。それを聞いた林課長は大きくうなずいた。そして何やら決意したのか真剣な顔で前を見据えていた。それ以降は何も語らなかったが、彼の気持ちは聞かなくてもわかる気がした。それと同時に思ったことが一つ。何があってもこの尊敬する上司についていこう。僕はひっそりとそう決心したのだった。林課長は社に帰るとすぐさまあるところに向かった。それは社長室である。そこで作業していた社長に向き合い、新年会で斉藤社長に言われたことをすべて報告した。見下されているのは分かっていました。それでも地域と会社のためには我慢するべきだと考えていたのです。でも間違っていたかもしれません。今回のことを経て会社のためにもこのままではいけないと思いました。聞き迫る様子で社長に伝える林課長の表情は真剣そのもの。言葉の端々にこの会社が大好きで大切だからこそこの現状を何とかしたいと考えているのが見て取れて、僕もその意見に大きく賛同した。僕たちの訴えを聞いた社長は鋭い眼光で怒りをあらわにさせながら、よくわかった。そして大勢の前で屈辱的な思いをさせてしまって申し訳ない、と言った。いつもは温厚な社長のこんな表情は見たことがない。とはいえ自分の会社と愛する地元をコケにされたのだから無理はなかった。そのすぐ後、我が社では緊急重役会議が開かれた。今までの無茶な依頼から今回の暴言まで一つ残らず全てを説明する。すると想像通り重役たちは大激怒した。その場ですぐさま今後一切値引きに応じないことを決断したのだった。本当は皆今すぐにでも斉藤社長の会社とは縁を切りたい気持ちは山々だったのだが、それは現実的に不可能だった。何でも現在の契約を保護にすると莫大な違約金が発生するのだ。ここまで無茶にも応えてきて、プロジェクトも随分進んでいるのに、ここで僕たちが保護にすると得をするのは斉藤社長だけということになる。それだけは避けたい事案だった。だから会社としては腹が立ってもそれだけは履行することを決めたのだった。こうした一連の進言とともに林課長は、契約を切りたいところですが、我が社が赤字を背負う理由などありませんから、と言った。怒りはあらわになっているものの、冷静に対処している彼の言葉に皆うなずいていた。
耳を傾けた社長をはじめとする重役たちの中で、誰一人異を唱える者はいなかった。一方僕は父方の叔父に連絡した。何のためかというと、倉庫についての相談である。実は話を聞いた上で土地を貸してくれ、倉庫を建ててくれたのは僕の叔父だった。もっとも僕の父は地元の地主の家の出で、父の兄である叔父はその跡取りである。使っていない土地がたくさんあるのもそのためだった。僕は今回の一連の流れとともに、まだ契約が締結していない倉庫の利用をどうするか相談した。すると事情を聞いた叔父は大激怒。腹を立てた勢いそのまま、倉庫を斉藤社長の会社には貸さないことを決断したのだった。じゃあ倉庫の話はまた取り出しに戻るってこと？それはそれで困ったことになると思った僕は焦ってそう尋ねた。しかし彼はノーノーと首を横に振る。そして向こうに貸さないだけだと言った。どういうことか詳しく聞いてみると、倉庫の運営を正式に僕らの会社に依頼するという話らしい。元より地元密着企業ならではの評判の良さに、叔父も我が社を信頼してくれていたようだ。信頼している人たちに自分の土地を預けたいとのことだった。この決定を僕はありがたく受け入れることにした。大型ショッピングモールにはこの倉庫が必要不可欠なのだ。それをこちらの会社の方で運営できるのならむしろ好都合だった。その旨を叔父に伝えると、彼は満足そうな笑顔をこちらに向けながら、よろしく頼む、これからも地域のために尽力してくれと言った。地主としての叔父の力強い応援に僕は大きくうなずいたのだった。数日後、斉藤社長から僕らの会社には怒りの呼び出し連絡があった。まああるだろうと予想していた僕たち、焦ることなく再度林課長と二人で上京して斉藤社長の会社に赴くことにした。彼の会社に着き、会議室で待たされること3分、鬼の形相をした斉藤社長がバンと扉を開くと、勢いそのまま、どういうことだと怒鳴りつけてきた。そして彼は、金額がこっちの希望通り減額されていないだろうと大声を上げながら見積書を叩きつけてきた。斉藤社長のその迫力は改めてすごいものだった。しかし、これからはこちらも全く引く気はない。その証拠に林課長が淡々とした様子で、うちはこの金額以下では仕事しません、と言い切った。この返答にますます激怒する斉藤社長。ふざけるな！と言いながら机を叩くも、全く態度を変えない僕たちに、彼の怒りは頂点に達しようとしていた。そしてついに、お前のところとは契約解除だ！二度と顔を見せるな！と言った。一瞬、シンと静まり返る室内。うるさいほどの静寂を破ったのは林課長だった。彼は冷静に、そちらの契約解除なら当然違約金を支払ってもらいますと警告した。その言葉を受けた斉藤社長は鼻で笑いながら、そんな明日金くれてやる、うちと取引を切られて泣くのはお前らの方だ、田舎の弱小会社のくせに、もう終わりだなと言った。結果を見る前から彼は勝ち誇った様子である。僕たちはそんな彼を見て苦笑いするしかなかった。ただ一言、果たして本当にそうでしょうかと言って僕らは彼の会社を後にしたのだった。しばらくして我が社に斉藤社長から再び連絡があった。どうやら彼の結果を見る前から勝ちを確信していた試合は予想外の結果を生み出したらしい。こちらの会社に赴くや否や、開口一番に、どうにかしてくれと言った。あれからというもの、ショッピングモール計画に関わる地元の業者が、ことごとく減額に応じなくなったそうだ。それどころか、
仕事さえ受けてもらえなくて、このままではショッピングモールの計画自体が頓挫しそうだと泣きつかれた。もちろんこれは僕たちの会社が仕組んだ結果ではない。ただ風の噂で僕たちの会社が受けた仕打ちが町全体に知れ渡っていたのだ。もともと無理を言って低予算を受け入れてくれていた人たちである。無茶な要求をしてくる上に、横暴な態度でこちらに誠意を見せない斉藤社長には反発しても無理はなかった。また一方的に契約解除されても、毅然とした態度を貫いた我が社の対応に賛同してくれる人は多かったらしい。そんな業者は僕たちの会社と同じように減額請求に立ち向かうことにしたようだった。またこの結果に一役買った人物がいる。それは僕の叔父である。叔父は地元の名士だけあって、地元企業や有力者とも懇意にしている人。そんな彼が誰に頼まれたわけでもなく、我が社が受けた仕打ちと地元が苔にされている現状を懇親会で報告したのだ。懇親会というと、中でも地元をこよなく愛する人たちばかり。だからこそ、皆一様に憤りを隠せなかったらしい。おじなりの正義感がもたらした結果、それが今回のことにつながっているとのことだった。他にも事情を知っている僕の会社の取引先も、他社からの依頼に斉藤社長の会社が絡んでいると知った途端に断りの連絡を入れていたようだ。依頼があることはもちろん嬉しいことだが、自分たちにもプライドがあるという地元民の抵抗の表れなのだろう。結局、叔父の倉庫契約どころか、すべての契約が思うように結べなくなった斉藤社長。最終的にショッピングモールの計画自体に危機が訪れているのが今の現状だった。一連の話をしていく中でも、一度も申し訳ないの一言は出てこないものの、彼は本気で困っているようである。手も足も出ないとはまさにこういうこと。しかし、こちらにも譲れないものがあるのだ。だから、すべての話を聞き終わった林課長は、改めて、こちらの提示する金額以下で仕事をする気はありません、と斉藤社長に通告した。それを受けて、悔しそうに顔を歪める斉藤社長。しかし、今さら計画を止めるわけにもいかず、しぶしぶ、その要求を飲んだのだった。こうしてついに、正規の値段で斉藤社長の会社と契約を結ぶことができた我が社をはじめとする地元の企業。町は改めて覇気を取り戻し、一致団結して仕事に向かっていた。お互い助け合いながら前に進むのが得意な僕たち。会社や企業の垣根を越えて一丸となって頑張った。その結果、なんとかショッピングモールは開業までたどり着き、オープンすることができたのだった。しかし、当初の予算から大幅に増額した結果となり、斉藤社長は責任を取らされ解任されたらしい。とはいえ、今冷静に見ても今回の費用は別に高すぎるというものではない。むしろ大型ショッピングモールの建設だということを念頭に置くと、妥当だと思われる金額だった。つまりどういうことかというと、斉藤社長が立てた最初の予算があまりにも低すぎたのだ。下請け企業の利益をまるで考えていない結果である。それを彼は、自分の手腕があれば余裕でこの予算内で実行できるとあちこちで豪語していたため、今回はその能力を疑われての解任だった。ともあれ、ショッピングモールは連日大盛況の嵐。建設が決まってからは本当に大変なことが多かったけど、こうして喜んでくれている地元の人の笑顔を見ていると、本当に頑張ってよかったと思う気持ちでいっぱいだった。それに加えてショッピングモールに付随する仕事が増えてきたようである。地元の企業も潤い出したらしく、ショッピングモールがもたらした相乗効果を改めて感じていた。地元に活気ができたことが目に見えてわかるこの現状が、僕は嬉しくてたまらなかった。
また、叔父の倉庫業も、それにつられて大盛況を呼んでいるそうだ。倉庫を管理しているのは我が社だから、これは僕たちにとっても嬉しいニュースである。叔父は早くも2棟目の倉庫を計画しているとのことだが、会社としても新たな倉庫業事業に活路を見出し、さらに業績を伸ばしていきたい限りだと思った。社内の変化といえば、林課長がその功績を認められ部長に昇進した。会社が始まって以来の30代部長である。僕の彼に対する尊敬はますます加速するばかり。でも最近は憧れるばかりではなく、少しでも追いつきたい気持ちが強くなってきた気がする。部下も増えてきて、僕自身が上に立つ機会が増えてきたから、なおさらかもしれない。そんな中、僕も主任に昇格した。憧れられる上司になれるように、そして地元のために、今日も僕は精力的に働いているのだった。今回のことで、僕は改めて地元のつながりの強さを実感していた。そして一度は離れたものの、また地元に戻ってこの会社に入ったことに心底満足しているのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。おい、貧乏人、みんなに酒ついで回れよ。給油に誘われて参加した合コンで、参加者の男が俺にそう言った。彼は昔から俺のことをどこか見下していた。それは大人になった今でも変わっていないようだ。こいつの家すっげえ貧乏でさ、確か大学も中退したんだよな。貧乏人は大変だな。俺を指差しながらヘラヘラ笑う。しかし合コンの雰囲気は最悪な状態であり、笑っているのは彼一人のみ。まあ、馬鹿にされるのは慣れているし、別にいいのだがな。そんな時、女の子の一人が何かに気づいた様子で声を上げた。それがまさか、俺を見下す彼にあんな絶望を与えることになるとは。俺の名前は岩崎直人。これといった特徴のない、国内で IT 関係の仕事をしている男だ。結構多くの会社と契約をしているため、仕事はなかなか忙しい。場合によっては休めない日々が続くこともある。しかし、好きでこの仕事をやっているので、苦にはなっていない。周囲から心配されることもたまにはあるが、俺の毎日は充実している。ってわけでさ、どうよ、久しぶりに。ある時、地元の友人からチャットが来た。彼は、豊原匠。親友というか、悪友というか、腐れ縁とでも表現しようか。とにかく、そんなやつだ。匠とは保育園の頃からずっと仲が良く、高校まで一緒だった。一番ワイワイしていた記憶に深く残っているのは小学生時代だ。で、今日はどうする？俺から匠にそう声をかけた。小学生の頃、大流行したアクションゲームがあった。俺も彼も親に懇願して買ってもらい、ほぼ毎日どっちかの家に集まり、通信プレイをしたものだ。現代ではインターネットでのオンラインプレイなんてものもあるが、当時の集まらなければならない感じも楽しくて好きだった。俺が声をかけたのはその誘いのためである。もちろんやるっしょ。今日は親出かけてるから家開けれないんだ。そっか、じゃあ俺が匠の家に行くわ。クラスでも同じゲームをやっている人は大勢いたが、俺たちはいつも二人だった。それには大きく分けて二つの理由がある。一つはゲーム性の問題だ。
最大4人まで同時にプレイできるのだが、それだと難易度が下がりすぎてしまう。全員で罠アイテムを使ったり、目くらましをしたりして、となるともはや面白くない。かといって一人で遊ぶにしては難しいので、二人がちょうどいいのだ。もう一つは単に友達が少ないからだ。匠はそんなことないのだが、俺は人見知りがひどかった。彼もそれを分かってくれているのか、無理に他のメンバーを誘おうとはしなかった。敵が転んだぜ！匠のセリフを合図に、俺は転倒した四足歩行する敵キャラの頭の方へキャラクターを動かす。よし！行け！行け！親友と共に、二本の剣を操る種類の武器によって畳みかける。ガチャガチャッとボタンを連打して、このままではゲーム機が壊れるのではないかという様相である。そうしていると、敵を討伐したというメッセージとともに敵が倒れた。今まで頑張ってきたが、一向に倒さなかった敵である。そいつをついに二人で下したのだ。やったやった倒したよな、あと！テンションが上がりすぎた俺たちは、ゲーム機を床に置き、キャッキャと跳ねた。ハイタッチをして、互いの健闘を称える。今思えば、匠の両親がいない時でよかった。いたら、あまりの騒がしさで、大目玉を食らっていたことだろう。あいつらにも自慢しようぜ！匠があいつらと呼んだのは、同じゲームをやっている同級生たちだ。友達が少ないとはいえ、休み時間にはゲームの話をすることも珍しくはない。聞くところによると、当時はまだ誰も今の敵を倒せていないようだった。4人だと簡単になるとは言ったが、この敵はその例外である。そんな化け物をクラスで俺たちが最初に倒したのだ。しようしよう！これを機に、俺も一緒に遊ぶ友達を増やす勇気が湧くのではないか。そんな風に考えていた。まあ、結局、そんなうまくはいかないまま、小学校卒業を迎えたのだが。その時代の次に覚えているのは、比較的記憶に新しい高校時代だ。俺たちは同じ高校に進学。大学進学を目的とした特進クラスとかいう集団を希望したので、クラス替えがなく3年間一緒だった。進学を目指すとはいえ、何かしらの部活には入りたい。さて、どうしたものかと悩んでいた。そんな俺に声をかけてくれたのは、例の親友である。ナオト、部活決まった？ううん、まだ。どうしようかな。運動部って柄じゃないし。それじゃあさ、天文部行ってみない？お前、天体観測好きだったろ？まだ仮入部期間だし、試しにさ。天文部か。天文学の知識はこれっぽっちもないのだが、星を見るのは好きだ。人見知りで、交友関係も少ないから、よく悩みを抱える。それが、広大な大空を見ていると、どうでもよくなるのだ。うん、行ってみようかな。よし、そうと決まれば早速今日行くぞ。歩行の後勝手に帰んなよ。お前いつも気づいたらいないんだから。特進クラスでは6次元目の授業の後にもう一コマある。普通の授業からは逸脱した入試対策のための時間だ。まあ実質7次元目といったところだな。わかったよ。俺のゲーム好きは小学生の頃から変わっておらず、未だに熱中している。くどいようだが、もともと交友関係が少ないので、ゲームに割く時間はいくらでもある。この前、必死に貯金していたものを解放してパソコンを買った。最初はゲームで遊ぶようにと思っていたのだが、なんだかパソコンをいじること自体が好きになってきていた。いろいろと覚え始めて
楽しくなってしまい、俺は匠の言うような即時帰宅の鬼になっているのだ。つまり地球上にいる我々から見て、遠ざかる時と近づく時とで色が違って見えるんだ。救急車が通り過ぎる時に音が下がって聞こえる現象があるでしょ。あれと同じなんだ。天文部といっても活動できるかどうかは天気による。今日はあいにく曇天であり、拝めるのは月とせいぜい一等星くらいであった。そうなると天文部のやることは天体観測から地学の先生による座学に変わる。やれやれ、歩行を終えたばかりだというのに。仮入部でいきなり座学かとも思ったが、聞いてみると非常に面白い。俺はいつの間にか先輩部員の中に混じって参加していた。一方で匠は端っこで眠そうにしている。あの野郎、自分から誘ったくせに。じゃあ今日はここまで。仮入部のお二人さん、今日は来てくれてありがとう。もし気に入ってくれたら入部手続きの紙を渡すけど、どうかな。先生に聞かれ、俺たちは寝くばせをした。匠はうっすらと笑顔を浮かべながらうなずく。俺としても今日みたいな面白い話が聞けるのは嬉しい。それに夏には山中にある天体観測施設に宿泊する合宿があるらしい。そんな俺の気持ちを親友は察してくれたのだろう。はい、ぜひ入部させていただきたいです。その日から俺と匠は天文部の部員として3年間在籍した。パソコンをいじくる時間は少し犠牲になったが、誘ってくれた彼のおかげで充実した時間を過ごせたのだと思うと感謝しかない。俺のために一緒に天文部に来たような素振りだった匠は率先して部長に立候補していた。俺のせいで彼が楽しさを諦めていたわけではなさそうだと、その時の彼を見て知ったのだった。と、匠はそんな風に引っ込み思案な俺をずっと引っ張ってくれていた。しかし少々心配な部分もあった。匠は社交的で賑やかな性格である。それは良いのだが、直情的であり暴走しがちなのだ。俺はそれをストッパーとして止めることが多かったと記憶している。こんな対極の存在とも言える俺たちは、よくわからない関係性のまま10年以上の時を共にしたのだ。そんな二人にもやがて別れのタイミングがやってきた。保育園から高校まで同じでも、さすがに行きたい大学までは一致しなかった。匠は地元の大学に、俺は東京の大学に行くことになったのだ。高校の卒業式から少し経って上京する日、俺たちは久しぶりに小学生の頃にやっていたあのゲームを引っ張り出した。今になってみるとなんて荒い画質だろう。操作性も最新作に比べるとかなり悪いし、音やモーションも似たものが再利用されまくっている。しかしその不便さが俺たちの思い出をよみがえらせた。おいおい、何泣いてんだよナオト。ごめんって。当時苦戦した敵も大きくなった俺たちからすれば大したことはなかった。成長の喜びとは全く逆に、それはなんだか寂しく感じられた。じゃあ向こう行っても頑張れよナオト。うん。そんなに心配しなくたって、携帯持ってんだからいつでも連絡できるだろ。それはそうなんだけどさ。しばらく面と向かって話せなくなるという寂しさもあるが、俺は漠然とした恐怖心を抱えていたのだ。ずっと引っ張ってきてもらっていたがゆえに、突然一人になることの恐怖、そもそも見知らぬ土地で生活しなければならないこと、それと自分でも理解していないような無数の不安、それらが入り乱れた感覚だ。それはきっと
自分に対する自信がないことともつながっていたのだろう。大丈夫。俺たちに限って疎遠になるなんてありえねえって。不安な顔をしていたのであろう俺に、匠はそう言った。内心では見透かされているような気分で少し恥ずかしくなる。ありがとう、匠。これまでのお礼を言うと、彼はあっけらかんと笑って俺を送り出してくれたのだった。それから東京で生活を始め、やがて社会人となった。電話では時々話をしていたが、直接会ったのは引っ越しの日が最後だ。もう何年前のことだろう。お互い忙しくて時間が取れないまま、かなり経ってしまった。そんな彼から、久々に会わないかというチャットが来ていたのだ。もちろん、いつがいい？今月だと俺は再来週末ぐらいならそっちに帰れると思う。そう返信すると、すぐに回答が来た。今月はちょっと忙しくてな。来月の頭くらいはどうだ？大丈夫だと思う。そんな風に話を進め、互いの日程を調整。結局、来月の頭に飲み会をセッティングした。匠はかなりウキウキしているらしく、日程を決めた次の日には、もう店を予約した旨の連絡が入った。まったく、もう子供じゃないんだぞ。なんて思いつつ、俺も当日を楽しみにして仕事に励んだのだった。匠との飲み会の当日、仕事を早めに切り上げた俺は、急いで地元に戻った。仕事場から直帰する形なので、スーツやら何やらで堅苦しい格好をしている。これでは友人との再会に不向きだ。そう考え、一度実家に寄って着替えた。あ、来た来た。おーい、こっちだ、ナオト。指定された店の前に着くと、匠がこちらに向かって手を大きく振っていた。その明るい様子は当時から何も変わっていない。久しぶり、匠。ああ、久しぶり。なんだお前、ずいぶん立派になったな。いや、これのどこが立派なんだよ。ジーパンに紺色のパーカー、コンタクトを外して代わりに黒縁メガネをかけている。強いて言うなら腕時計だけはそれなりのものを身につけているが、決して立派と評価されるような身なりではない。じゃあ、とりあえず、一旦店入るか。そうだな。匠に促され、予約した店に足を踏み入れようとした時のこと。あれ？お前たち、岩崎に豊原じゃねえか？後ろの方から、妙に力強く乱暴な言葉遣いの声が聞こえた。何事かと振り向くと、荒い恋のイメージに非常によくマッチした容姿の男がいた。高校の同級生だった相沢隆二である。スーツ姿なのでおそらく仕事帰りなのだろう。うわ、相沢だ。うわってなんだよ、豊原。せっかく久々に会ったってのによ。匠の放ったうわという言葉はいじりじゃない。本当に会いたくない人間に会った時の反応である。というのも、この相沢、高校時代の天敵なのだ。お前ら、今でもつるんでんのかよ。なんも変わってねえな。無意味に肩を組もうとしてくる相沢。鬱陶しいことこの上ないのだが、反抗するような度胸もないため、俺は愛想笑いをした。なんだ？男二人で飲み会か？うん。まあ、そんなところだよ。露骨に不機嫌な感じを演出したのだが、相沢は全く気にしていない様子だ。そうそう、昔からこういう風に人のことを考えていないやつだった。俺たちよりも彼の方が変わっていないくらいである。にしても岩崎、お前、なんだよその服。俺なら恥ずかしくて、そんなんじゃ外歩けねえよ。時計もダセーし、センスないんだな。嫌な距離の詰め方をしてガハハと笑う相沢。匠とは全く異なる接し方をしてくる彼に、俺は
昔から苦手意識を持っている。そんなことがあって店の入り口でもたもたしていると、また後ろから声がした。今度は落ち着いていて綺麗で、それでいて活気のある女性の声だ。豊原さん。匠を呼ぶ声に反応して俺も振り返った。声の主は活発そうな女性であり、その左右にも別の女性が一人ずついた。知り合いか？そう聞く意図を込めて匠へ視線を送ると、彼は俺だけに聞こえるように小声で白状した。実はな、彼女がいないお前のために合コンをセッティングしようと思ってな。しかし匠の配慮も虚しく、相沢にも聞かれてしまった。合コンだ？男の人数が足りねえじゃん。しょうがない、俺も入ってやるよ。いいよね。先ほどまでだるからみをしてきていた人物とは思えない爽やかな声で、相沢は女性陣に許可を求めた。悔しいことに彼はイケメンであり、身なりもいい。真ん中の女性は左右の二人と目配せをし、もちろんと返事をした。ああ、面倒なことになったな。そう思いながらメンバーが入店していくのを見守る。相沢を先頭にして女性二人が続く。残ったのは俺と匠、そして女性側の幹事の人だ。私、古谷美咲と言います。今日はよろしくお願いしますね。匠とは古い知り合いであり、その縁で今日誘われたのだという。サラサラな黒のロングヘアが魅力的で、上品な仕草が印象に残る。体型もスラッとしている。驚くほどの美人さんである。そんな人にいきなり挨拶され、俺はあたふたしてしまった。岩崎直人です。よろしくお願いします。俺が名乗ると、美咲さんは少し目を見開いた。その意味が気になったので、聞いてみようか迷いながら彼女の顔を伺う。そんな俺を見て、匠はニヤニヤしていた。じゃあ、私たちも行きましょうか。そうですね。美咲さんに促され、俺たち三人も店内へと向かった。席に着くと、まずは自己紹介から始まった。古谷美咲です。大学4年生で、まだ学生なのですが、よろしくお願いします。彼女の自己紹介を聞いて驚いた。大学生でもう、あの落ち着きとおしとやかさ、本当にびっくりだ。彼女に続いて、他の二人も自己紹介をした。真ん中の人はショートカットの快活そうな女性。店の前で匠に声をかけた女性だ。もう一人は茶髪ボブの小柄な女性だ。彼女らは皆同じ大学の同期なのだという。三人とも就職は内定しており、あとは卒業論文を仕上げるだけなのだとか。少し大学の話で盛り上がった。三人とも全然違うタイプだが、とても仲が良さそうだ。じゃあ、こっちはお前からな。俺から？突如、匠に指名され、またあたふたしてしまった。先ほどからずっと続く緊張のせいだな。岩崎直人です。よろしくお願いします。俺がそう、ぼそっと名前だけの自己紹介をすると、相沢が大笑いしてから言う。お前、暗いんだよ。本人は、お笑いのツッコミの感覚だったのだろうが、いかんせん声が大きい。ここが、一応公共の場であることを忘れているのだろうか。俺は、相沢隆二。こう見えて、国立大を出てな。今は、IT 関連の会社に勤めてんだよ。ゆくゆくは独立して、起業したいと思ってる。みんな、よろしくな。店の前で女性陣と会った時もそうだったが、思わず誰だお前と言いたくなるような猫かぶりをしている。じゃ、最後は俺だな。豊原匠。
大学を出た後、実家を継いで自営業をやってる。実は俺たち、高校の同級生なんだ。男性陣の自己紹介も終わった頃、注文していた一杯目のお酒が届いた。こちらの幹事である匠が一言言い、全員で乾杯した。その時になっても、俺は緊張しっぱなしであった。食べ物も届き、話はどんどんと盛り上がっていく。ほら、美咲ってすごい美人じゃん。だから、出ろ出ろって言って、大学のミスコンに出させたのよ。ショートカットの女性が明るく美咲さんについて語る。当の美咲さんは話を遮るなどはしないが、おとなしく恥ずかしそうにしていた。そしたらびっくり、結構いいところまで行っちゃったの。そいつはすごいな。酒が入ったせいか、相沢は先ほどよりも幾分か声量が大きくなっている。もう猫をかぶることもやめたらしい。個室であるとはいえ、周りのことが気になるので、正直声を落としてほしいのだが、相沢はそんなことなど気にしていない様子だ。だから、美咲は私らの自慢なんですよ。もうやめてよ。やっと口を開いた美咲さんは、まだ恥ずかしそうにしている。そんな彼女も、やがて話を始める。僕の彼女は勉強することが得意で成績がすごくいいだとか、真ん中の彼女は料理が上手でいつもお手製の美味しそうなお弁当を持ってきているだとか、お互いがお互いを称賛し合う女性陣。取り繕ったような絆には見えず、本当に仲がいいんだなと感心するばかりであった。この居酒屋は料亭の系列店であり、料理が美味しいと評判だ。事前に調べて、決して男二人で来るような店ではないとは思っていた。匠は洋食が好きだったのに、彼にしては珍しいチョイスだなぁと考えていたが、まさか合コンだったとは。まったく、事前に言ってくれればもっとマシな格好をしてきたのに。国立大に進学したのは、俺も含めて優秀なやつしかいなかったなぁ。俺は、早速人見知りを発揮し、一人で料理を堪能していた。そんな俺とは対照的に、相沢は調子よく女性陣に向けて喋っている。内容はひどいもので、自分の学歴だとか、身につけているものはどこそこのブランド品で何万円もするのだとか、そういった自慢話ばかりである。だから会社の上司からも信頼されてるし、一目置かれてんだよな。そうなんだ。声のトーンからして、女性陣もうんざりしているのではないだろうか。そう思って彼女らの顔を見ると、案の定三人とも表情がこわばっていた。言わんこっちゃない。明るく元気な彼女に低い声を出させたり、おしとやかな美咲さんにそんな顔をさせたりするなど、よほどのことがないと難しいだろうに。ほら、直人、なんか言って空気を変えないと。隣に座る匠が、小声でそう言いながら肘でこづいてきた。食べることばかりに集中していた俺は、正直あまり話の流れを聞いていなかった。どうしたものかと考えていると、いや、これでいいのか、との考えに至る。要は、相沢がし続けている自慢話を遮ってやればいいのだから、この場での話の流れなんて、無視すればするほどいいのだ。これ、美味しいよ。相沢のように、大きな声を出すことがためらわれ、俺は正面にいる美咲さんに声をかけた。ささみと梅ペースト、それとチーズを大葉で巻いた春巻きである。食べたものはどれも美味しかったのだが、この春巻きは別格だと感じる。おいおい岩崎、女性にそんなカロリーの高そうなものを勧めるなんてどういう神経してんだよ。美咲さんへの声かけに気づいた相沢は、すぐさま参戦。じゃあ、合コンの場で
自分の自慢話しかしないのはどういう神経なんだと、俺は内心で毒を吐いた。本当だ。美味しいですね。相沢の言ったことも間違いではないなと少し後悔していたが、美咲さんは迷わず春巻きを口へ運んで感想を言ってくれた。みんなも食べようよ。せっかくのお料理が冷めちゃうから。美咲さんが他の女性たちにも話を広げてくれたことで、話の流れはすっかり料理のことになった。相沢が自慢話を繰り返す空気ではなくなった。ふと美咲さんと目が合う。誰にもバレないよう彼女は俺に向かって微笑んだ。人付き合いが極端に少ない俺は、彼女の笑顔に込められた意図を察することができずにいた。うわ、いいじゃんこのお刺身。ほら、直人さんもどうぞ。しばらく手をつけられていなかった料理に女性陣は夢中になっている。俺にも刺身を差し出してくれた。うん、ありがとう。身を乗り出して手を伸ばし通気でいただく。その時に感じた相沢の視線には憎しみが込められているような気がした。それからしばらくしてみんなの箸が止まり始めた頃、相沢は一瞬あたりを見た後、俺に向かって大きな声で言った。おい、貧乏人、みんなに酒継いで回れよ。本当に突然言い出したので、一同の視線が相沢に集まる。こいつの家すっげえ貧乏でさ、確か大学も中退したんだよな。貧乏人は大変だな。そう俺を罵って大笑いし始めた。しかし笑っているのは彼一人である。女性陣も皆ドン引きしていた。なあ岩崎、お前今何やってんの？大学行かずにニートとかだろうけどさ。勝手な想像で好き放題言い、彼はまた笑い始めた。おいおいと呆れていると、これまた突然匠が立ち上がる。いよいよ我慢の限界を迎えたのだろうだと容易に想像がついた。お前、いい加減にしろよ。やっぱりな。匠は昔から直情的だ。ただし自分のことでは怒らない。友人や家族、恋人などの大切な人をバカにされるとこうして爆発するのだ。その点が憎めない男である。まあまあ匠、別に大丈夫だから。とりあえず彼には座ってもらい、女性陣にメニューを渡した。ビールとかより他のお酒がいい人もいるんじゃない？好きなの頼んでよ。俺も何か甘いのが飲みたいし、匠も何か頼めよ。とりあえず話題をそらす。それが気に入らなかったのか、相沢はまたわめいた。おい、無視してんじゃねえぞ貧乏人が。ついに切れたようで、彼は匠の後ろを通って俺に食ってかかろうとした。その瞬間のことである。あ、やっとわかった。女性陣の真ん中に座っていたショートカットの彼女が声を上げたのである。社長、社長さんですよね。大手 IT 企業ロックストレートの。私、内定が決まってて、来年からお世話になるんです。あらら、ナオト、ついにバレちまったな。驚く俺に、匠は笑いながら声をかけた。いや、笑い事じゃないだろう。一企業の社長がこんな格好で飲み会の席に参加していたんだぞ。しかも、高校の同級生に学歴をバカにされて言われたい放題。どこに笑える要素があったというんだ。写真と違ってカジュアルな格好されていたので気がつきませんでした。失礼いたしました。いやいや、今日は個人的な飲み会だし気にしないでよ。それに女性がいるなんて聞かされてなかったし、こっちこそごめんね。そう言いながら俺は若干匠を睨む。悪い悪い。そんなやりとりを見て相沢は無言で立ち尽くしていた。対して女性陣はショートカットの彼女を中心に大盛り上がりだ。ホームページの写真すっごいかっこいいんだよ。ほら、あ、ちょっとやめようよ。
止めようと試みたが、時すでに遅し、彼女のスマホに表示された俺の写真は、もう二人の目に映ってしまった。ビシッと髪をセットし、メガネを外してスーツを着用した俺の写真だ。しかも社長紹介として異様に大きい画像が使われている。いや、何度見ても別人だよな。たくみも彼女のスマホを見てのんきに笑っている。本当だ、すごいイケメン。かっこいいですね、直人さん。美咲さんまで。その後しばらくの間、女性陣は俺のことで騒いでいた。モテるんじゃないですか？なんて聞かれたが、決してそんなことはない。素の俺はこんな感じだし、そもそも今は忙しくて人と遊んでいられないのだ。今日の飲み会だって参加できる日程がかなり限られていたくらいだからな。やったな、直人、モテモテじゃないか。まったく。女性に騒がれる経験なんてただの一度もなかった俺は恥ずかしくていられない。それをごまかすように俺はちびちびと酒を飲み続けていた。やっと場が落ち着いた頃、ショートカットの彼女が静かに言った。社長なら教えてくださればよかったのに。ほろ酔い気分なのか、彼女の語尾が柔らかい。そう言われてもなぁと困っていると、酔いなどとうに冷め果てた様子の相沢がまた声を荒げた。いや、君たち騙されてるって。こいつが IT の社長なわけないじゃん。ずっと貧乏でこんなにダサいやつなんだぜ。証拠りもせずまたそんなことを言い出したのだ。女性陣の視線は冷たい。なんなら少し怒っているようにも見えた。あのなあ、相沢。匠は先ほどとは打って変わり優しく、しかし強い声で言う。こいつはこいつでずっと苦労していたんだ。それをバカにするってんなら許さないぞ。静かな威圧に、相沢はほうけた顔でおとなしくなった。あんなにわめいていた男とは思えない、なんとも情けない顔であった。俺の両親は、俺が赤ん坊の頃に離婚した。地元に戻ることにした母に引き取られ、そこの保育園で匠と出会った。家もすぐ近くで、親同士も仲が良かった。そのため、俺たちは唯一無二の親友となった。学校が終わったらいつも遊んでいたし、同じ高校の同じ部活に入るくらいにはずっと一緒だった。活発な匠とは違い、俺はインドアな人間だ。そんな対極の二人が親友であるという奇妙な縁なのだ。地元を離れて進学することになった俺は、勇気を出して東京にいる父親に連絡を取った。こっちで暮らすなら俺が面倒を見ると言ってくれたので、母にも相談して地元を離れることにした。その頃にはすでにパソコンをいじってプログラミングの世界に魅了されていた。あまりに面白いので学業との両立ができるか心配だったが、大学受験は突破できたので、まあ大丈夫だろうと高をくくったのだ。しかし、その見通しはやはり甘かった。単位は進学できるギリギリに抑え、部活やサークルにも入らず、寝る間も惜しんでプログラミングに熱中した。アルバイトはせず、プログラミング関係で依頼を受けてお金を稼いだ。それがどんどんうまくいき、大学2年の時に起業。自分でも怖いくらいに会社は軌道に乗り、いよいよ大学と会社という二足のわらじを履くのは困難となった。というわけなんだ。俺としては作った会社の方に集中したい。ここまで支えてくれた父さんには申し訳ないんだけど、大学は中退したいと思ってる。相談すると、父さんはやはり驚いて少し考え込んだ。厳しい顔をしていたので認めてもらえないだろうかと思ったが、彼の返答は予想に反していた。
俺とお母さんの都合でお前には迷惑をかけた。片親で大変なこともあったと思う。そんな俺が今さら親面してお前の夢を潰すことはできないさ。やりたいことがあるなら俺は応援するよ。そう帰ってきたのだ。思っても見なかった答えであり、俺は危うく泣きそうになった。父さんから母さんにも話してくれたようで、俺は自分で決めた道を進むことができるようになった。で、大学を中退した直人は会社を大きくしていって今に至るわけよ。何も言わない俺に代わって匠が相沢に俺の過去を話した。なんだか勇気が湧いてきて俺も便乗することにした。俺は母子家庭だったけどさ、きちんと養育費ももらっていたよ。ダサいってのは俺の問題だからまあ仕方ないとしても、貧乏だなんて根拠のないことを言われるのは少し困るかな。二人から言われた相沢は顔を真っ赤にして歪めている。しかしまだ言い足りないようで、彼はなおも口を開く。それでも今ダサい格好をしているのは事実だろ。何を言うかと思えばそんなことだった。俺の言ったことを全く聞いていなかったかのような支離滅裂な言葉だ。ダメだこりゃと俺は呆れながらため息をついた。相沢の勤めてる IT 企業なんて言うんだっけ。あ、それが今何の関係があんだよ。いいから教えてよ。それとも恥ずかしくて言えない。俺が挑発すると、相沢は悔しそうにしながら会社名を教えてくれた。俺を強く睨む彼に視線を合わせながら俺は続けた。そこってさ、うちの子会社だよね。さっき俺の話をしてた時に気づかなかったの。俺の言葉で相沢の顔はピクリとも動かなくなった。相沢のところの社長もよく知ってるし、多分上司とも会ったことがあるはず。俺が何を言いたいかわかるよね。そう言うと彼は膝をガクガクと震わせながら大汗をかき始めた。そういえば用事を思い出した。一瞬だけ泣きそうな顔になったかと思うと、今度は弱々しくそう言って店を飛び出していった。他人に対してあんなに強く言ったのは初めてだったので、俺も手が震えた。あの野郎、ピタ一文払わないで行きやがった。まあまあ、落ち着いてよ、匠。それくらい俺が出すから。とりあえず座り、愕然とする女性陣に謝って飲み会を再開した。相沢が帰った後は、和やかな雰囲気の飲み会となった。話を聞いていると、古い知り合いだとか言っていた匠と美咲さんは、どうやらいとこだったらしい。いとこの友達の内定先がうちだと知り、驚かせようとこのメンバーでセッティングしたのだという。だけどまさかあいつに遭遇するとはな。強烈だったね、あの人。と、そんなことを言ってみんなで遠い目をした。それにしても、相沢のやつ、なんで昔から俺を目の敵にしているんだろう。俺から何かした記憶はないんだけどな。俺が相沢についての疑問を呈すると、匠は驚いたように俺を見た。お前、気づいてなかったのかよ。ため息混じりに呆れるように言われた俺。何が？という目線を送ると、匠は笑いながら語った。お前がお前をどう思ってるか知らないけど、実は隠れファンが多かったんだぞ、昔から。隠れファン？そうそう。匠が言うには、俺は自分で思うほど他人から関心を持たれないような存在ではなかったらしい。率先して人前に出て目立つタイプではないが、縁の下の力持ち、人が嫌がるような雑用を何も言わずに片付ける、そんな理由で実は結構信頼されていたという。
中にはこんな俺をついてくれる人もいたのだとか。相沢の気になっていた女子生徒がその一人であり、それが理由で彼は俺にコンプレックスを抱いていたらしい。ま、いくらコンプレックスだからといって、あの物言いは許せたものじゃないけどさ。そうだね。俺だってお前にコンプレックスがあるんだぜ。匠は突然そんなことを言った。驚いたことに彼は女性陣の方を向きながら、岩崎直人という人間について語り始めたのだ。こいつ、昔から頭が良くてさ、ずっと一緒にゲームしてんのに、テストの点数なんか俺とは比べ物にならないんだよ。腹立つよな。今だって超でかいところの社長なんかやってるしさ。と、そんな調子で勝手に俺の自慢をする。負けてなるものかと謎の闘志が湧いた俺は、匠の自慢話をしてやることに。匠だって地元のために立派に頑張ってるじゃないか。うちの親はいつも匠のこと褒めてるしさ。次第にどっちがすごいやつかという言い合いになってきた。そんな二人のバカを見て女性陣は笑ってくれた。いいですね。そうやってお互いを尊重し合えるって。私たちだって負けてませんよ。ね。そう言い、ショートカットの彼女は左右に座る親友の肩に手を乗せて引き寄せた。合コンという自分をアピールする場なのに、5人はなぜか自分以外の自慢大会を始めた。そんな意味不明な飲みの席だが、最後まで笑顔が絶えないものとなった。やがて時間も時間なので解散する流れになった。俺が美咲さんを家まで送り、匠が他の二人を駅まで送るという。いとこなんだから一緒に帰ればいいのに。俺が駅に行く二人を送るよ。すいません。来年からお世話になる社長に送っていただくのはちょっとハードルが。だそうだ。ショートカットの彼女は繰り返し俺に頭を下げて謝った。何も謝るようなことじゃないよと言い聞かせる。じゃあ、またな、直人。うん、また誘ってよ、匠。何言ってんだ。たまにはお前から誘えよ。あの頃みたいにさ。からかうような笑顔で親友はそう言った。俺は微笑んで、おう、とだけ返事をして背を向ける。俺たちは、お互い別の方向へと歩み始めた。暗い夜道を美咲さんと二人で進む。よくよく考えればこれも初めての経験だ。緊張しながら何か話そうと考える。そんなことをしている間に美咲さんから声をかけてくれた。今日は楽しかったですね。そうだね。ちょっと一時はどうなることかと思ったけど。相沢に関する出来事はもう笑い話にできた。大事にならなくて本当に良かったと思う。たくみくん、昔から直人さんのことばかり話してたんですよ。え、たくみが？ええ。ああ、それでか。店に入る前に俺が名乗った時の彼女の表情を思い出した。直人さんはすごい方だと聞いていたので、いつかお会いしたいなとは思っていたんです。まさか今日会えるとは思いませんでしたけどね。俺は、あいつが言うほどすごい人間じゃないよ。褒められることにくたびれ始めた俺は、そう謙遜した。しかし、そんなことないですよ。今日お会いして実感しました。友人思いで素敵な方だなって。そう言ってくれた彼女は、少し視線をそらしていた。しかし、俺にはその意味を考えている余裕などなかった。鼓動がやけに早く、俺も視線を合わせられなかったからだ。あの、美咲さん、もしよかったら、その、連絡先を交換したいんだけど、どうかな？勇気を振り絞って、人生で初めてのセリフを言った。多分だが、今の俺は情けない顔で震えていると思う。
しかし彼女は、そんな俺を見ても、喜んで、と微笑んでくれた。仕事以外では、あまり積極的に人付き合いをすることがない俺にとって、この出来事は奇跡中の奇跡だ。せっかくつながった縁、決して切れぬように大切にしよう。その飲み会以来、地元に帰る頻度が爆発的に増えた。美咲さんと会うためである。匠からは、なんでお前たちまだ付き合ってなかったのかよ、と言われる。俺としては決して焦らずに、ゆっくりと関係を進めていきたいと思っている。俺があまりにゆっくりなので、本人たちよりも匠の方がやきもきしているのだとか。相沢はいつの間にか子会社の組織図から名前が消えていた。噂によると何か大きなことをやらかして退職したらしい。大きなことといっても俺のところまで話が上がってきていないことを考えると大したことではないのだろう。匠に聞いてみたところ、最近では地元でも見かけなくなったのだそう。今彼がどこで何をしているのかはわからない。だけどまあ、どこでもあの感じでのらりくらりとやっているのだろうな。地元に帰ったある日、匠と居酒屋で二人で飲んでいた。近況報告を中心に取り留めのない話をする。特に美咲さんとの関係に関する進捗はしつこく聞かれた。まあしかしこういう気の置けない関係は心地よい。幼い頃から形は変わったものの、関係自体は何も変化していない。家族が増えようと、年を取ろうと、こうやって二人でくだらない話をしているのだろう。そのうち酒とつまみがお茶とせんべいになったりしてな。なんて、匠は日本酒をすすりながら言う。おいおい、何十年後の話だよ。そんなことを言って、俺たちは笑い合った。たとえ、こういう関係が少なくても、匠のような奴が一人でもいれば楽しめる。親友という存在は、家族に匹敵するほどのいいものだな。俺も酒を飲みながら、そんなことを改めて思うのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。なんてことするの？やめてちょうだい。業者は困惑して作業が止まっている。私たちのやりとりに母は肩麻痺の体でなんとか頭を下げて懇願した。私が建てた夢のマイホームを夫と義妹が乗っ取ろうとしていた。人はお金、財産となると強欲になるが、ここまでの人を見たことがない。母と私のことを苦しませたあの二人を絶対に許さない。私の名前は加藤ありさ、30代の会社員だ。今は新築の家に夫と二人で暮らしている。二人でこだわって建てた家で気に入っていた。私は IT 企業に勤めていて、いつも肩こりに悩まされていたので風呂場に肩湯をつけた。これがとても気持ちよくて二人のお気に入りだ。結婚生活は2年目になるが子供はいない。夫のアキラは介護士をしていて仕事が忙しく、せっかく二人の家があるというのにすれ違いがちだ。恋人時代の方がまだ二人のデートの時間を必死で絞り出していたように思う。たまに夫の方が先に帰ってきている時は大抵家は荒れていて、おうちデートどころではない。ちょっとアキラくん、せめて脱いだ服は洗濯機に入れてほしいな。あとお弁当の空き容器もゴミ箱へ捨てるぐらいすぐじゃん。最近は小言ばかり言っている気がする。私だってこんなこと言いたくない。言われた方の夫も嫌そうな顔で反論する。ああもう鬱陶しいな。毎日疲れて帰ってきてるんだからちょっとくらい休ませてくれよ。今日も大変だったんだぞ。
そう言われると私も何も言えなくなる。夫の仕事は確かに重労働だし、なくてはならない仕事だ。私も働いてるけど、夫のことも支えたい。しかしそれを抜きにしたとしても、結婚を境にだらしないところがどんどん発覚したような。最近はこんな調子で私も寂しい。そんなある日、離れて暮らしている私の母に介護が必要になったのだ。母は買い物の最中脳梗塞で倒れ、そのまま病院に搬送された。私と夫は病院に駆けつけ、命に別状がないことに胸をなで下ろした。発見が早くてよかった。幸い失語などはなく、肩麻痺程度の後遺症で済んだ。リハビリ期間を経て退院のめどが立ったのだが、もう一人で生活するのは厳しいだろう。母は気丈に振る舞い、二人ともお見舞いありがとうね。私は老人ホームにでも入るから心配しないでね、と言った。父が病で亡くなってから早3年、母は寂しそうだった。今思えば、もっと父にも母にもやってあげられたことがあったんじゃないか。そんな後悔があった私は思い切って母に告げた。私たちと一緒に住めばいいじゃない。せっかくアキラくんが介護士をやってるんだし、私だって介護のこと勉強するから。夫は目を丸くしている。ちょっとそんな急に。これから一緒に住むにしたって、手すりをつけたりいろいろ準備だってあるんだぞ。いくら俺が介護士やってるからって俺に押し付ける気じゃないだろうな。渋る夫を何とか説得したのだが、母は申し訳なさそうだった。母のために廊下やお風呂場に手すりをつけて段差をなくしたのだが、工事が済んだ我が家を見て夫は不満そうだった。せっかくのおしゃれなデザインが台無しだよ、なんて言っている。将来私たちも必要になるかもしれないんだからいいじゃない、と諭した。リフォームのための費用だって私が出したし、文句を言われる筋合いなどないと思うのだが。やがて母の部屋として和室を開放し、母の住んでいた家は売却した。介護ベッド、今は亡き父のお仏壇、日本人形、代々引き継いできた霧のタンスなどが運び込まれた。母は渋々であるが、同居を許してくれた夫にとても感謝していて、父の形見のアコースティックギターを夫にくれた。ギブソンじゃないですか、いいんですか。もちろん、私ももう弾けないし、アキラくんが受け継いでくれたら嬉しいわ。両親はジャズをきっかけに知り合った。夫も大学時代は音楽をやっていたので嬉しそうだ。私と付き合っていた頃にはもうあらかたの楽器は処分してしまったらしい。入居前はどうなることかと思ったが、母に有名なナンバーを弾いて聴かせている姿を見て安堵した。心が落ち着く優しい旋律だ。私は夫の奏でる曲に聞き入った。これで終わりではないので、私もアキラくんに介護のこと教えてもらわなくちゃ、と気を引き締めたのだが、現実は甘くなかった。母のために仕事をテレワークに切り替え、夫も介護のためにシフトの調整をしていた頃、夫の昇進が決まった。前の上司が腰の悪化で退職し、夫が繰り上がる形になったのだ。頼まれると断れない夫は内心渋々なくせに拝命してしまったらしい。そして夫には激務の日々が戻ってきた。私に優しく母のお風呂の入れ方などを教えてくれていた夫はどんどん余裕がなくなっていった。何回も教えただろう、なんでこんなこともできねえんだよ。ごめんなさい、私は介護に対しては素人だ。アキラくんが苛立つのも仕方ない。しかしアキラくんの苛立ちの矛先は母にまで向いたのだ。ある時わざわざ母に聞こえるように、せっかくおしゃれな家を建てたのに誰かさんのせいで台無しですよ。家でまで仕事してる気分で全然休まりませんね、なんてことを言うのだ。母はすっかり落ち込んでしまっている。職場での拘束時間が伸び、夫がサポートしてくれるはずだった母の介護は当然私一人にのしかかってきた。これでは私の仕事が進まない、
毎日家にいるんだから介護なんてできて当たり前だろ。疲れて帰ってくる俺の方が激務なんだから、嫁のお前が支えろよ。仕事と俺どっちが大切なんだ。そんなこと言われても困ってしまう。まるで責めることが目的のように叱責されては私も参ってしまう。母をお風呂に入れていたある日、申し訳なさそうに言われた。アリサ、母さんのせいでアキラ君とうまくいってないでしょ。ごめんね。素直に老人ホームに入っていたらよかったわ。そんなことないよ。アキラとはもともとあんまりうまくいってなかったの。母さんのおかげで前の優しいアキラが帰ってきてくれたみたいで嬉しかったんだよ。母さんにギター弾いてくれてたじゃない。素敵だったわ。確かに結婚していろいろ良くないところも発覚したりしたけど、私アキラくんのこと信じてるから。こんな体じゃ頼りないかもしれないけど、母さんにできることがあったら相談に乗るからね。ありがとう母さん。そうは言ったものの、最近の喧嘩や言い争いは母と同居する前よりもより険悪なものになっているように感じる。夫のことは愛しているが、母の介護と夫に辛く当たられる日々に疲れてきてしまっているのも事実。夫は何やら私に隠れてこそこそ携帯をいじっていることも多い。もしかして浮気でもしているのだろうか。そう思っていたところ、我が家にその電話の相手が突撃してきた。ある日久しぶりに夫と休みがかぶってリビングでのんびりしていたところ、夫の妹、私にとっての義妹が訪ねてきた。あら久しぶり、連絡くれたらよかったのに。義妹は会うなり私をにらみつけた。一体どうしたのだろうか。リビングから夫が声をかけてきた。アリサ、俺が呼んだんだ、話がある。義妹は夫から私との関係について随分相談されていたらしい。夫曰く、疲れて帰ってきても辛く当たられる、俺のことなんかそっちのけで母の相手ばかりと、随分自分本位なことを聞かされているらしい。兄は限界だって言ってましたよ。身内とはいえ夫婦間の問題に随分首を突っ込んでくるものだ。もちろん私だって疲れて帰ってきた夫をいたわりたい。しかし帰ってくるなり着替えを散らかすわ、食べたものは片付けないわ、母の介護の合間を縫って仕事をしている私に対しては、パソコンいじってるだけなんだから家事くらいちゃんとしろよ、ときつく当たられていた。第三者を入れて話し合いをしながら今までのことを思い起こしてみると、あれ、もしかして私結構ないがしろにされてないと冷静になった。しかし夫にはこうして相談に乗り味方になってくれる人がいるのに、私は一人ぼっち。本来妻の味方であるはずの夫は妹と一緒になって私を責めてくる。惨めだった。夫のことを好きでいようとした努力がバカみたい。一周回って冷静になった私は二人に言った。それで二人して私を責め立てて結局何が言いたいの。兄さんの言った通りだわ。すぐふてくされて、こんな奥さんとまともにやっていけるわけないわね。老い先短いお母さんよりこの先も一緒に生きていく兄の方を大切にすべきなのに。兄さん、もうさっさと別れちゃいなよ。ああそうだな、こんな嫁とはもうやっていけない、離婚してくれ。机の上には記入済みの離婚届が出された。すべてはこの瞬間の仕込みだったというわけだ。毎日仕事で他人の父や母のお世話はできても、私と母さんの世話はできないってことか。もしかして良かったのは外見だけだったのだろうか。だからきっと結婚した途端私のことも大切にしてくれなくなったのかしら。私も心が決まり自分の名前を署名した。夫はにやりと笑い、じゃあお母さんと一緒に出て行ってもらおうかと言った。そんな急に言われても。
途方に暮れそうだ。義妹は夫と打ち合わせ済みらしく追い打ちをかけてきた。兄は慰謝料はもらわない代わりにこの家から出ていくだけで許してあげようって言ってるの。もうこの家に義士さんと老いぼれの居場所なんてないのよ。もうすぐ私の荷物だって届くんだから。荷物？どういうことだろうか。チャイムが鳴り、自分の家でもないのに義妹は今出ますと玄関に出た。リビングにはベッドや机など義妹の荷物が有無を言わさぬ勢いで運び込まれていく。入りきらない段ボールはリビングに面した母の部屋に問答無用で積まれていく。話の成り行きを聞いていた母はベッドの上で顔を覆って泣いていた。そんな母に追い打ちをかけるように義妹は言った。辛気臭い部屋ね。こんなものいらないでしょ。義妹は母の大切にしていた日本人形や父の仏壇を無遠慮に持ち運び、業者に処分お願いしますと渡していった。元夫も便乗して、せっかく母が好意で譲ってくれたギブソンも業者さんに渡そうとしている。確か買い取りもしてましたよね。いくらになりますかね。私は慌てて二人を止めたが間に合わず、父の遺灰が仏壇から転がり落ちた。なんてことするの、やめてちょうだい。業者は困惑して作業が止まっている。私たちのやりとりに母は肩麻痺の体でなんとか頭を下げて懇願した。おえつまじりの声に胸が締め付けられる。やめておくれ、出ていくから、もう迷惑はかけないから、それだけは。このままでは母にも危険が及ぶと判断した私は、なんとか今月中に出ていくことを条件に義妹をなだめた。元夫もまさかギブソンを手放そうとするなんて。頭にきた私は義妹がいないところで結婚生活中一度も見せたことのない剣幕でまくし立てた。母さんの行為を一体何だと思ってるの。他にもあなたと私のために残そうとしてくれていたものがたくさんあったのに。今まで夫を注意することはあっても、基本的に大穴私がこれほどの剣幕で叱ったことがなかったため、すっかり萎縮してしまっていた。もっと早く夫を押し付けていれば、こんなことにはならなかったのかもしれない。荷物を新しく契約したマンションに持ち運ぶ間、せめて母だけは安全なところにいてほしくて施設を探しまくったが、なかなか空きが見つからない。ようやく見つかったのはショートステイだ。その間義妹はリビングに荷物を広げて、今日もああ片湯気持ちよかったと我が物顔で家を満喫している。こだわって建てた家はすっかり乗っ取られてしまっていた。元夫はそんな妹の姿を何とも言えない顔で見ていて、ある時彼女が留守にしている間に私と母に頭を下げてきた。実は妹には離婚の後押しをしてもらうだけの予定だったんだ。まさかお父さんのお仏壇にまで手を出すとは思わなかった。申し訳ないとのことだ。ギターを粗末に扱ったことも反省しているらしい。母は許してくれたけど、私の耳には母の哀願する声がこびりついている。私は申し訳ないと思うなら家を出る前に考えていたある作戦に協力するように元夫に言いつけた。決戦の日、母には何とか見つけたショートステイにいてもらっている。私は契約済みのマンションで義妹の動向を遠隔で監視していた。手元には持ち運び用のノートパソコンがある。カメラは元夫が受け継いだギブソンのホールから義妹を監視している。これは元夫に取り付けさせた。義妹は占拠したリビングで私のデスクトップを勝手に使い動画を見ている。のんきなものだ。すっかりこの家が手に入ったと思っているのだ。深夜を回ったのでスマートリモコンのアプリから部屋の電気を切った。え、何？突然真っ暗になり、目が慣れないうちにお仏壇のそばに取り付けたスピーカーからおりんの音と
苦しげにうめく男性の声を流した。父の位牌をないがしろにしたこと、しっかりと反省するがいい。ひっと息を呑む声が聞こえてきた。何一体何だって言うのよ。義妹は電気をつけようとしているのか、壁伝いに立ち上がろうとしている。そうはさせるかと、ここでパソコンに入れている遠隔操作アプリを使い、画面をこちらとリンクさせた。画面が明滅しながら、赤い手形が増えたり減ったりしている。さらに合成音声ソフトで作った耳障りな男の声が、この家から出ていけ、よくも落としてくれたなと大音量で流れている。義妹は悲鳴を上げた。キャー、助けて兄さん。別室で休んでいた元夫があちこちぶつかりながらリビングに駆け込んできた。そういえば他の部屋の電気も切っていた。義妹の切羽詰まった悲鳴に、電気をつけるよりも助けに行く方が勝ったようだ。真っ暗なリビングを照らすパソコン画面に映る手形、仏間から聞こえてくるお輪の音、恐ろしげな合成音声に、元夫の方もギャーと見事な悲鳴を上げている。今夜のことは触りを話しただけだったので、実際に使用するソフトを見せたわけではなかった。元夫はなんとか義妹を助け起こし、二人して方法の体で家を出て行った。義妹の方は泣きじゃくりながら、ごめんなさいごめんなさいと謝罪を繰り返していたので、少しは反省してくれたのだろうか。元夫からの LINE で、今夜はファミレスで二人で過ごすと連絡が来た。強行状態の義妹を落ち着けるのに一晩かかったらしい。そんなに怖がりなのに、どうして父のお仏壇や母の人形にあんな扱いができたのか不思議である。続けて、あんなに恐ろしいことを企てていたとは思わなかったと来た。私としては少し反省して、亡くなった方や母への敬意を身につけてくれたらよかったのに心外である。元夫は約束を守り、義妹には私が仕組んだことであるとは言わず、お母さんが帰ってきたらちゃんと謝ってお仏壇に手を合わせようなと諭してくれた。翌日、ショートステイから戻ってきた母は、殊勝な態度で謝罪してきた義妹に目を丸くしていた。お仏壇に手を合わせたいという義妹の申し出を受け入れ、私に小声で尋ねてきた。一体どうしたのかしら。私は、さあ心を入れ替えたんじゃないとだけ言っておいた。義妹は荷物とともに実家に引き上げていった。大学から近い家を乗っ取る気でいたらしく、もともと住んでいたワンルームマンションを引き払ってしまったので、突然押しかけてきた娘に義両親は驚いたらしい。実家から大学へは片道2時間以上かかるらしいので、しっかり反省してほしいと思う。そして元夫だが、心に余裕がないのに今の仕事を続けてもいい介護なんてできないからと施設を退職した。心身が休まり冷静になったところで、私と母への仕打ちを謝罪してくれた。余裕がなかったとはいえ、たくさんひどいこと言って本当にごめんね。全くである。そのまま殊勝な態度でいればいいものを、ごますりがバレバレの笑顔で聞いてきた。ところで、お母さんが俺に残そうとしてくれたものって何？協力したんだからもらえるんだよね。呆れた。そんなもんないわよ。勘違いしているようだから訂正してあげる。まず私がマンションを借りたのも、母さんをショートステイに入れたのも、あなたの無駄に行動力のある妹さんに危害を加えられるんじゃないかと思ったからよ。財産分与にこの家を欲しがっていたみたいだけどね。私はもともとはキャリアを積んでいきたかったから結婚する気はなかったの。この家は私の独身時代の蓄えで建てた家だから、財産分与の対象外よ。あなたが後から転がり込んできただけ。残念だったわね。そんな。元夫は崩れ落ちた。でもね、
協力してくれたことは感謝してる。あなたからの交際を受け入れたのもあなたを愛していたからよ。だから今度こそ父さんのギブソン大切にしてね。私、母さんにギター弾いてくれていた姿本当に好きだったよ。母は自分のせいで離婚に至ったのではと気に病んでいたので、私は自信たっぷりに言った。言ったでしょ、もともとうまくいってなかったって。離婚は時間の問題だったけどね。母さんのおかげであの人を憎み切らずに済んでよかったわ。しばらくは恋愛に縛られず、母と二人でのんびり過ごしていきたいと思う。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。お願い、ユウトを助けて。あたりに響く悲痛な声。子供の母親が医者である父親に向かって泣くけれど、無理だ。俺には無理だ。平常心が保てない。手が震えて無理なんだ。千春、ゆうと、すまない。でもこんな状態でオペなんてしたら、最悪の事態になりかねない。俺には無理だ。変わり果てた息子の姿にガタガタと震える医師。他に執刀できる医師がいない。誰もがもう無理なのかと拳を握る。俺は、そんな姿を見て思わず名乗りを上げた。メスを私に預けてくださいませんか？いつもコンビニで働いている俺の正体など誰も知らない。俺は谷口治。50歳になった立派なおっさんだ。職業はコンビニ店員。その年で？と言われそうだが、俺は特に今の現状を恥じてはいない。むしろ勤務先のコンビニは住宅街の一角にあり、客層が幅広く、家族連れも多いためかなり忙しい。レジもそうだが、品出しやホットスナックの調理、公共料金の支払いに、最近ではフリマサイトの宅配受付などもあり、仕事は多岐にわたる。忙しい毎日だが、俺は一人暮らしで時間の融通が利くことから、シフトを多めにしている。そのため店長からも重宝されており、信頼してもらっていた。毎日決まった時間に勤務していると、当然ながら常連さんの顔を覚えるようになる。常連さんも俺のことを覚えてくれて、ちょっとした世間話をしたりすることも多い。そんな常連さんの中に、5歳のゆうとくんとそのお母さんがいた。ゆうとくんは毎日保育園の帰りに、小さな豆乳飲料を買ってもらうのをルーティーンとしているようで、俺のことを、おじちゃん、と呼んで話しかけてくれる。おじちゃん、お願いします。はい、ゆうとくん、お願いしますが上手に言えるようになったね。すごいな。うん、僕ね、たくさん練習したの。そうか、すごいな。かっこいいな。へへ、すごいでしょ。褒めると嬉しそうに笑うゆうとくんを見ていると、まるで孫を見ているようで可愛くて仕方ない。今日はココア味か。これ美味しいよね。うん、僕ココア味大好き。おじちゃんは？おじちゃんはね、コーヒー味が好きかな。コーヒー？おじちゃん、コーヒー飲めるの？すごい。大人だからね。ゆうとくんも大きくなったら飲めるようになるかもね。やだよ、苦いもん。家族がいない俺にとっては、仕事中ではあるけれど、そんな些細な会話が大切な癒しの時間の一つだった。そんなゆうとくんだが、彼は月に一度、保育園の帰りではなく、お昼前にコンビニに訪れる時がある。ゆうとくん、今日は保育園お休みの日かい？うん、今日はね、お医者さんの日なの。病院行ってきたんだよ。そうか、もしもししてきたのかな。うん、僕もしもし怖くないの。お口あんも上手にできるんだよ。すごいでしょ。さすがだな。すごいぞゆうとくん、頑張ったな。うん、だから今日はご褒美に豆乳2つにしてもらった。
そうか、よかったな。ゆうとくんはどうやら毎月病院に通っているらしく、何か持病があるのかと少し心配していた。5歳児にしては少し小柄なような気もするし、たまに顔色が悪い時もある。かといってゆうとくんのお母さんに、ゆうとくんは何か持病があるんですか?なんて聞けるわけもない。ゆうとくんはいつも元気に、おじちゃん、こんにちは。と話しかけてくれるし、その表情は弾けるような満面の笑みだ。心配しつつも、そんな二人に事情を聞くことなんてできなかった。そんなある日、月に一度のゆうとくんがお昼に来る日のことだった。いらっしゃいませ。ゆうとくんとお母さんの姿が見えてそう声を出すけれど、中に入ってきたゆうとくんの顔を見て、俺は思わず駆け寄る。ゆうとくん、大丈夫かい?あ、おじちゃん。うん、大丈夫だよ。ゆうとくんにはいつものような元気の良さはなく、笑顔もない。それどころか、かなり顔色が悪く、足元もふらふらしているような気がした。ゆうとくん、顔色が悪いようですが。病院には行ってきたんです。でも経過観察で、今日はコンビニはやめて帰ろうって言ったんですけど、どうしても豆乳を買うんだって言って聞かなくて。そうでしたか。ゆうとくんはお母さんの言う通り、ふらつきながらも豆乳を自分で持ってこようとする。しかし、途中でその体が不自然に揺れる。ゆうと?そして、そのまま倒れてしまった。お母さんと共に駆け寄ると、顔色は真っ青になっていて呼吸も苦しそう。冷や汗もかいており、一目見ただけでも危険な状態だということがわかった。店長、今すぐ救急車を呼んでください。早く!叫ぶように伝えると、店長は慌ててスマホを取り出す。それを耳に当てている姿を見ながら、ゆうとくんの気道を確保し、お母さんに、彼の持病は?と尋ねると、心臓に先天的な疾患があって、どうしよう。やっぱりあの時もっと強く言うべきだった。真っ青になりながら答える。店長、繋がりましたか?ああ、今住所は伝えたところだ。5分ほどで来てくれるらしい。わかりました。俺は脈診をし、呼吸数を測りつつ、店長に出してもらった毛布で体を包んでやりながら、救急車の到着を待つ。ゆうとくんのお母さんは気が動転してしまっており、涙を流してパニックになっているのを他のお客様がなだめてくれていた。飲んでいる薬や持病の詳細をどうにか聞いているうちに救急車が到着。救急隊員はお母さんに話を聞こうとするものの、パニックでそれどころじゃない。代わりに俺が聞き出したことや今の状況、バイタルを説明した。あなたは?私は医療従事者です。心配なので一緒に行ってもよろしいですか?わかりました。参りましょう。俺はお母さんの背中をさすりながら一緒に救急車に乗り込んだ。実は、昨日からゆうとの体調が良くなかったんです。でも、今日病院では経過観察と言われたんですよね。はい。でも、それは主治医の先生じゃなくて、どういうことですか?昔から見てくださってる主治医の先生が不在だったんです。他の先生も手術中だったみたいで、それで臨時の若い先生が見てくださったんですけど、様子を見ましょうとしか言われなくて、明らかに顔色が悪いからちゃんと見てほしいと伝えたんですけど、ダメだったんです。そんな、にわかに信じられない言葉に、俺は驚いてゆうとくんを見つめる。苦しそうにしている姿を見ると胸が痛む。こんな状態で様子見だなんて一体どういうことなんだ。ゆうとは先天的な心臓の病気で大きな穴が開いてるんです。赤ちゃんの頃から何度も手術を受けて頑張ってきていて、今までは季節の変わり目なんかはすぐに体調を崩してしまって入院ばかりだったんですけど、最近はようやく体調が安定していたんです。それなのに、どうしよう。私がもっと先生に強く言っていれば、こんなことには。
お母さん、大丈夫です。大丈夫ですよ。お母さんのせいではありませんから。でも。今それを悔やんでも仕方ありません。お母さんが泣いてたら、ゆうとくんはもっと不安になります。大丈夫。ゆうとくんの手を握っていてあげてください。声をかけ続けてあげてください。それだけで、ゆうとくんの大きな力になるはずです。はい。その後病院に着くまで、お母さんはゆうとくんの手を握って、ゆうと、もうちょっとだからね。頑張ろうね。大丈夫だからね。と声をかけ続けていた。救急車が到着したのは、ゆうとくんが普段通っている総合病院だ。お母さんの言う通り、主治医は現在臨検に出張に行っているらしく不在の様子。話を立ち聞きしたところ、他の小児救命や心臓外科の医師も別の手術に入っているらしく手が空いていない。そんな中、一人の医師が血相を変えて走り寄ってきた。あなた！ゆうとくんのお母さんは泣きながらその男性に駆け寄る。千春、ゆうとは？お願い、ゆうとを助けて。ゆうと。どうやらその医師はゆうとくんの父親のようだった。お父さんはゆうとくんを見て青ざめる。酸素マスクをつけたゆうとくんはチアノーゼを起こしており、今すぐ処置をしないと危険な状態だ。彼は震える手でゆうとくんの診察を始めようとするけれど、すぐに、無理だ。俺には無理だ。平常心が保てない。先生、あなた。手が震えて無理なんだ。千春、ゆうと、すまない。でもこんな状態でオペなんてしたら、最悪の事態になりかねない。俺には無理だ。我が子の危険な姿を目の当たりにして、ガタガタと震える彼は、とてもメスを持てるような状況ではなかった。他の先生は？看護師の一人がそう叫んで、他のスタッフが電話を取るものの、無理です。今は誰も。若い看護師が首を横に振る。たとえ外科医の手が空いていたとしても、小さい子供の心臓手術は繊細で、正確な技術が必要とされる。そもそもそんな手術ができる医者が少ないのが現状だった。あなた、お願いよ。ゆうとを助けて。千春。ねえ、どうしてよ。ゆうとはあなたの息子なのよ。助けて。ゆうとを助けてよ。その場で泣き崩れるお母さんを見て、俺は拳を握る。ゆうとくんのお父さん。え、私は医療関係者だと申しましたが、実は医者なんです。私が執刀してもよろしいですか？え？無理を言っているのは承知の上です。ですが、今すぐにオペしないとゆうとくんは助かりません。私はゆうとくんを救いたいんです。お願いします。メスを私に預けてくださいませんか？周りにいた人々が驚いたように俺を見る。ゆうとくんのお父さんが迷いの表情を見せているとき、前山先生、ゆうとくんが運ばれたって本当ですか？で、え？谷口先生？どうしてここに？麻酔先生、よかった。知ってる人がいて。偶然ゆうとくんが倒れた現場に俺もいたんだ。それで一緒に救急車に。今彼にゆうとくんのオペを任せてくれないかと頼んでいたところなんだ。そうでしたか。よかった。谷口先生がいれば大丈夫だ。前山先生、これでゆうとくん助けられますよ。麻酔先生、どういうことですか？こちらの方は？こちらは谷口先生。もともとここで働いていた優秀な心臓外科医で、難しい症例も何度も成功させている名医と呼ばれる先生ですよ。僕も何度も一緒に仕事してます。谷口先生より腕のいい心臓外科医には、まだ直接お会いしたことがないくらいです。だから、前山先生、早く行きましょう。はい。では、私は院長に掛け合ってきます。あなたたちは急いでオペの準備を、早く。はい。ベテランに見える看護師が病院の中に駆け込んでいく姿をありがたく見送りながら、俺たちもすぐに移動した。前山先生とおっしゃいましたね。はい。助手をお願いしてもよろしいですか？でも、
手が震えて、とても僕には。大丈夫。ゆうとくんを救うためにはあなたの力が必要です。怖いのはわかります。不安なのもわかります。だけど父親であると同時に、あなたは医者でしょ？気を強く持って、目の前の患者を救うんです。彼はしばらく視線を揺らしていたけれど、何かを決意したのか目をつむって深呼吸を繰り返す。そして次に目を開いた時には、先ほどまでの震えていた姿はもうどこにもなかった。はい、優斗の父親でもあり、一人の医者です。目の前の患者を救いたいです。行きましょう。すっかり医者の顔になった前山先生と一緒に、俺はオペ室に駆け込む。すぐに始まった手術は、今までの手術歴を前山先生に確認しながら慎重に行った。その小さな体には、何回もの手術を乗り越えてきたであろうたくさんの傷跡。それを見るだけで胸が痛む。前山先生も辛そうな表情をしながらも、気丈に助手の仕事をこなしてくれた。ゆうとくんはこんな小さな体で精一杯戦っている。怖くてたまらないだろう。まだ5歳なんだ。走り回りたいのも、思い切り好きなことをして遊びたいのも、ずっと我慢してきたはず。そんな小さな命を救うために、俺は俺ができる全力を尽くしたい。そして、またあの笑顔を見せてほしい。気がつけば8時間も経過しており、終わった頃には、俺も前山先生も気力を使い果たして、倒れ込むように椅子に腰掛けた。先生、優斗は大丈夫ですよね。前山先生も見てたでしょ。手術は成功です。もう大丈夫、と言いたいところですが、あとは、優斗くんの体力と気力次第です。優斗。優斗くんを信じて待ちましょう。最善は尽くした。あとは、優斗くんの生きる力を信じるしかない。緊急手術が終わった翌日、優斗くんの様子を見に行ってみると、心配そうに見守る両親の横で静かに眠っていた。このまま何事もなく目を覚ましてくれるといいのだが、あ、谷口先生。ああ、いや、わざわざ立たなくていいですよ。優斗くんの様子を見に来ただけなんで、どうか気にしないで。いえ、そんなことできません。あなたのおかげで優斗の命が助かったんです。谷口先生がいなければ、僕は一生後悔するところでした。本当に、どうお礼を申し上げたらいいのか。いえいえ、気にしないでください。今回はたまたま運が良かっただけです。心臓じゃなかったら、僕にも救えたかどうかわかりませんから。前山先生が助手に入ってくれたおかげでもあります。見たところバイタルも安定してるようですし、顔色もいいですね。本当に良かった。はい、あとは優斗を信じて待ちたいと思います。本当にありがとうございました。何と言っても足りません。本当にありがとうございました。二人は何度も俺に頭を下げてくれて、俺は恐縮しながらも一緒に優斗くんを見守る。するとそれから1時間後に、主治医の医師が出張先から戻ってきたようで、病室に駆け込んできた。優斗くん！あ、横田先生。その主治医は、優斗くんの両親を見た後に、俺を見つけて心底驚いたような顔をした。谷口先生？なんでここに？横田、久しぶりだな。麻酔先生から聞いてないか？偶然優斗くんが倒れた現場にいて、いろいろあって俺が執刀したんだ。そうでしたか。横田先生、谷口先生のことをご存知なんですか？知ってるも何も、谷口先生は私の憧れの大先輩にあたる人ですよ。驚く二人に向かって、谷口先生がいてくださって本当によかった。と笑う横田は、彼の言う通り俺の後輩だった。横田がいない間に、優斗くんに何があったかを説明すると、若い医師が優斗くんを返したという話を聞いて、横田は驚愕の表情をした。どうやらその若い医師は、横田がいない間、他の病院から派遣されてきた臨時の人らしく、もうすでにこの病院にはいないようだった。その人物は心臓外科にいるものの、手術の経験が少ないらしい。
あまり人のことを悪く言いたくはないけれど、いろいろと邪推してしまう。出張に行くべきではなかったな。いや、遅かれ早かれ発作は起きてたと思うよ。とりあえずその医師のことは今後考えた方がいい。そうですね。院長に伝えておきます。何はともあれ、今回は谷口先生がいてくださって本当に良かったです。ご迷惑をおかけしました。ありがとうございました。役に立てて良かったよ。安心したように息を吐いた横田に、さらっと執刀した手術の内容を説明すると、感心したように、さすがですね。相変わらずの手腕で惚れ惚れします。後で録画見てきますね。やめてくれよ。そんな褒められるようなことじゃないさ。でも、もう長いこと医者としてメスは持っていなかったけど、体は覚えてるもので安心したよ。自分でも驚くほどに迷いなくできた。谷口先生が迷うことなんてないでしょ。そんな姿見たことありませんよ。は、俺のことを買いかぶりすぎじゃないか。まさか、事実ですよ。ベタ褒めしてくれる横田に、思わず苦笑いをこぼした。俺は医者としてバリバリと働いていた。しかし、2年前にきっぱりと医者を辞めていた。その理由は、妻が若年性アルツハイマー病という病に侵されてしまったからだった。最初は軽い物忘れから始まった。俺は医者として働いていたにもかかわらず、忙しさにかまけて、妻の病に気がつくのが遅れた。当直が多かった妻と、日勤が多かった俺は、生活サイクルが少し違っていたのも気づけなかった理由の一つだったと思う。そして俺が妻の異変に気がついた時にはもう手遅れで、無理やり脳外科に連れて行って、病名がついた。妻は自分の体のことだからと全てを察していたらしく、気丈に振る舞ってはいたものの、陰で泣いているのを知っていた。そして病は驚くほどのスピードで進行していき、あっという間に寝たきり状態となってしまったのだ。あなた、誰？安子？どこの誰かは存じませんけど、いつもありがとう。ごめんなさいね。俺の顔を見てそうこぼす妻に絶望しながらも介護する毎日。いやよ、あなた誰よ、なんでうちにいるの、やめて。安子、頼むよ、俺はお前の夫だよ、大丈夫だから。やめて、私には夫なんていないわよ、あんた誰よ。穏やかな日もあれば泣いて暴れる日もある。家に帰りたい、ひたすらに絶望して泣き続けている日もある。すべてを投げ出したくなるような時もあった。しかし、また海を見に行きたいわ。昔ね、おさむさんと一緒に見に行ったことがあるの。あれ？そういえばおさむさんはどこかしら。時折見せる過去を懐かしむような幸せそうな表情や言葉たちが、彼女への変わらぬ愛情を思い出させてくれた。そんな目まぐるしい日々を送っていたけれど、献身的な介護の甲斐なく、ある日妻は風邪から肺炎をこじらせてしまい亡くなってしまったのだった。すべてがあっという間の出来事で、妻がいなくなってしまったことを受け入れられず、しばらく立ち直ることができないでいた。俺がもっと早く気づけていれば、もっと妻のことを気にかけていれば、ほんの少しでも何かが違っていたら、もしかしたら妻はもっと長生きできたかもしれない。いくら後悔しても、もう妻は帰ってこない。そんな当たり前のことは分かっていたけれど、このやり場のない気持ちをどこにぶつければいいのかが分からず、ただひたすらに自分を責め、後悔していた。生前、病に侵される前の妻の安子は、俺と同じく医者として働いていた。お互い晩婚と言われる年齢で、仕事も忙しかったことから子供は作らずに、二人で仲良く暮らしていこうと話していた。お互いの両親もすでに他界しており、兄弟姉妹もいない。たった二人の身内のため、誰かに孫だの何だのと何かを言われてストレスを感じるということもない。だからこそ、お互いが自分以上に大切な存在だった。そんな自分の半身とも言えるような存在をなくしてしまい、悲しみは癒えるどころか、
どんどん辛くなるばかり。妻との思い出すべてが、ふとした時にその存在の大きさを突きつけてくるようで、懐かしむことなんてできなかった。それは彼女と出会った医者としての仕事でも同じだった。妻を救えなかった俺が、他の患者を救っている姿が想像できなくなってしまった。そういえば聞こえはいいかもしれないけれど、結局は怖かったんだ。目の前で誰かを失うことが怖くてたまらなかった。医者になって初めて恐怖を感じてしまった。そうなるともう続けることなんてできなくて、全く違う場所でひっそりと生きていきたい。そう思った俺は偶然目についたコンビニで働くことに決めたのだった。今までの自分の世界とは全く違い、新たな環境は新鮮そのもの。様々な人が生活を営んでいることが実感でき、常連さんをはじめたくさんの人々と交流していくうちに、少しずつではあったものの心の傷が消えていくような気がした。それは妻の存在を忘れるわけではなく、思い出として懐かしむことができるようになっていったのだ。毎日おじちゃんと笑顔で話しかけてきてくれるゆうとくんの存在は何より大きかったと思う。そんなゆうとくんが倒れた時、顔色の悪い様子を見た時、俺はコンビニ店員としてではなく、医者として体が勝手に動いていた。小さなこの子を絶対救いたいと思った。迷いなんてどこにもなかった。ただ、目の前の命を救いたい。頭の中にあったのはそれだけ。終わってみれば、自分の中にまだこんな情熱が残っていたことに驚きを隠せない。だけど、当時は戸惑いよりも、助けたいという気持ちの方が大きかったのだ。横田に胸の内を伝えると、もう一度、医者として働くつもりはありませんか?と言われて驚く。え?ゆうとくん、谷口先生のことを大好きなんだと思います。月に一度の検診の日に必ず教えてくれるんですよ。コンビニにいるおじちゃんのこと。嬉しそうに、楽しそうに話してくれるんです。おじちゃんに褒めてもらった。おじちゃんがいい子いい子してくれたって。ゆうとくんが?ええ。だからきっと、目が覚めた時に谷口先生の姿があれば安心すると思います。ゆうとくんが俺のことをそんな風に話してくれていただなんて、全く知らなかった。嬉しくて涙が出そうだ。それに、谷口先生が戻ってきてくれれば、もっと多くの人の命を救えるでしょうし。そんなことないだろう。横田もいるし、前山先生だって優秀な医者のはずだ。まだ若いから、経験さえ積めば、これからどんどん伸びる。俺の出る幕なんてないさ。ご冗談を。そもそも僕は谷口先生からまだ教わっていないことがたくさんあるんですよ。まだまだその手腕を見て勉強したいです。後進を育てるためだと思って、非常勤でも何でもいいです。どんな形でもいいですから。来てくださると嬉しいです。ありがたい言葉に、俺は込み上げる思いをどうにか沈める。少し考えさせてくれないか?もちろんです。首を長くしてお待ちしてます。あまり期待はしないでくれよ。ええ。俺はもう一度ゆうとくんの姿を見てから病室を後にした。ゆうとくん。あ、おじちゃん。はは、今日も元気そうだね。うん。2週間後、ゆうとくんは順調に回復して、今では自分で起き上がれるほどまでになっていた。俺が見舞いに行くと、必ずあの弾けるような満面の笑みで出迎えてくれる。おじちゃん、僕を助けてくれてありがとう。え?パパが言ってたの。おじちゃんはすごい人なんだよって。おじちゃんが僕を助けてくれたんだって。ゆうとくん。主人が昨日、ゆうとに、コンビニのおじちゃんが、ゆうとの病気をやっつけてくれたんだよって教えたんですよ。そうだったんですか。ゆうとくんのキラキラした視線と、おじちゃん、ありがとう。その言葉が胸を温かくさせる。おじちゃんは僕のヒーローなんだよ。悪い病気をやっつけてくれたんだ。かっこいいんだよ。そうね、先生はヒーローね。
ゆうとくんの言葉があまりに嬉しくて、俺は思わずにじんだ涙を隠れて拭いた。ゆうとくんが笑ってくれるだけで、周りに幸せが届く。そんな太陽のような存在を助けられて、心から良かったと思う。それと同時に、もっとこんな笑顔を見たいとも思う。それは、俺が復帰の意志を固めた瞬間だった。自宅に戻り、妻の仏壇に手を合わせる。彼女の好物だった豆乳を備えると、ゆうとくんも同じメーカーの豆乳が好きだったなと思い出す。このメーカーじゃなきゃ嫌なのよ。そう言っては自分の中でのこだわりで決められたメーカーのものだけを選んで買っていた。ココア味やバナナ味など、様々な味の豆乳が売っているけれど、それは邪道だなんて言ったかと思えば、なぜかメロン味は美味しいと言ったりと、つかみどころのない人だった。今まで目を背けていた妻との思い出が蘇ってきて、俺は驚きとともに静かに微笑む。今までは妻を思い出しても悲しい思い出ばかりで、自分の心に何度蓋をしようと思ったかわからない。しかし、今は違う。思い出されるのは楽しい記憶ばかり。彼女はもういないとばかり思っていたけれど、しっかりと自分の記憶の中に存在していた。記憶の中では彼女はいつも笑っており、俺も思い出すたびに自然と笑顔になれる。そうか、供養というのはこういうことなのか。ただ悲しむだけじゃない。悲しみから逃げるために忘れたり思い出すのをやめることでもない。大切な記憶を胸に忘れずに生きていくことが一番の供養なのかもしれない。そう思うと、なんだか止まっていた時間がまた動き出したような、そんな気がした。その後、俺は無事に医者として正式に復帰することが決定。あの病院で復帰させてもらうことができ、今度はスクラブの上に白衣をまとい、ゆうとくんの元へ行く。あ、おじちゃん。ゆうとくん、こんにちは。あれ、おじちゃん、今日はお医者さんみたいな格好をしてるね。そうなんだ。わかるかい？うん、かっこいい。似合ってる。ありがとう。実はね、おじちゃんはここの病院の新しいお医者さんなんだ。え、そうなの？おじちゃん、お医者さんだったの？ゆうとくんは驚きを隠せない様子で、そうだよ。だから今日からこの病院で働くことになったんだ。よろしくね。と言うと、目を丸くしていた。しかしゆうとくんは次の瞬間。ねえ、おじちゃん。じゃあもしかして、もうあのお店に行ってもおじちゃんいないの？そう悲しそうな顔をされてしまい、参ったなと苦笑いする。実はそうなんだ。だからこれからは、今までみたいに毎日のようにゆうとくんには会えなくなってしまう。だけど、月に一回、病院でもしもしするときは会えるからね。やだ、おじちゃんと毎日会いたい。こら、ゆうと、わがまま言わないの。やだもん、おじちゃん大好きだもん。毎日会いたいもん。ゆうとくんは泣き始めてしまい、俺はその気持ちに、そう言ってくれて嬉しいよ、ありがとう、と嬉しさを隠せない。おじちゃんはね、ゆうとくんみたいに痛いところがある子をたくさん助けたいんだ。それはあのお店にいたらできないことなんだよ。そうなの？おじちゃんは僕のヒーローなのに？ああ、おじちゃんはみんなのヒーローになるためにこの病院にいることになったんだ。わかってくれるかい？うん、わかった。ゆうとくんはしばらく泣いて嫌がっていたけれど、何度も根気強く話せばわかってくれてほっとした。ゆうとくんだけでなく、俺が医者として復帰することを他のみんなも歓迎してくれた。お帰りなさい、谷口先生。横田、ありがとう。しばらく勘を取り戻すのに苦労しそうだけど、また一から頑張ってみようと思うよ。一からって、それはこっちのセリフですよ。また勉強させてください。よろしくお願いします。こちらこそ、よろしくお願いします。横田はもちろん、麻酔先生など、今まで一緒に働いたことのあるスタッフみんなが歓迎してくれて安心した。谷口先生が戻ってきてくれて嬉しいです。谷口先生、一緒に働けるなんて光栄です。たくさん学ばせていただきます。
前山先生もそう言ってくれて、自分が想像していたよりも周りに必要とされていたことに驚き、同時に嬉しく思う。これからも患者さん一人一人のために頑張っていこうと誓うのだった。大切な人を亡くした悲しみというものは、大きな存在であればあるほど癒えるまでに時間がかかる。それは人それぞれで、すぐ前を向ける人もいればそうじゃない人もいる。俺は校舎でずっとくすぶっていたけれど、ようやく胸を張って妻の仏壇に手を合わせられるようになった。妻の分までたくさんの人を救いたい。そして近い将来、妻のもとへ旅立つ時が来たら、たくさん話を聞いてもらおう。俺がどれだけの人を救ったのかを長々と話して聞いてもらおう。そんなことを楽しみに、俺は今日も妻との思い出を胸に仕事に励む。自分の記憶の中で思い出はずっと生き続けている。それはとても幸せなことだ、そう思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。